はいどうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、開港円谷バー極上、こちらの方を攻略していきたいと思います。まあ今更ながらのね、円谷バーの攻略なので、私より早いねパーティーで周回されている方っていうのもいるとは思うんですけどもね、まあ、一応、私の備忘録として、動画を上げさせてもらいます。では見ていきましょう。リーダー無駄量、ファイヤーボム、この点数はひどすぎるわ。そしてアイアンをつけてます。次にエキスパカーズ、もうアビリティは何でもいいという感じですね。愛と、300年の怨念ですね。こちらをつけてます。そしてメインアタッカーのジョウスケ、こちらですね、先導勇気、協力品をつけてます。協力品はですね、犬太郎が単純に一番攻撃力が高いっていうだけで入れてます。そしてサブですね、こちらには慶長を入れてます。まあ何でもいいという感じですね。単純に育てたいというだけですね。そしてフレンドですね。フレンドはいつもの通り運動ですね。はい、お世話になってます。では、周回をしていきましょう。まあ極上なんでね、1回崩れると一気に終わってしまうということもあるんで、あまり気をね抜かずにやっていきたいと思うんですけども、カットインが2つしかないので楽ちんです。もうここは連打、はい倒しました。そしてカエルですね。さすがにもうカエルは倒せるとは思えないので、素直にゲージを貯めていってます。ドン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 。はい、次のラウンドですね。さあこのクスエリアの中にジョウスケが突っ込んできます。あんまり突っ込みすぎるとね、ほんとやられちゃいますので気をつけないといけないですね。はい、順番は違いますけども、同じようにね、でゲージが溜まったので CS を使ってですね、でクリア。はい、3ラウンドこちらですね。そしてエンヤバー、こちら優しいおばあちゃんが出てきましたね。果たしてドロップしてくれるんでしょうか。これのためだけにね周回されてる方もいらっしゃるんでね、惜しいところだったんですけどね、落ちなかったですね。さあそしていきなりアタックしてくるおばあちゃん、これ気をつけなきゃいけないんですよね。もう苦痛エリアは2万ですからね、これ気抜いてると本当にすぐやられちゃうという感じですから。でも関係なく進んじゃいましょう。はい、連打で終わりました。はい、最終ラウンドですね。最終ラウンドは食客員もいるので、謹慎ですね。こちらがいるんで気をつけないといけないんですけど、まあ CS 打つんでね、あんまり関係ないですね。でも靴エリアが3万と1万、これがいるのでね、まあ、気をつけたいと思います。だからなるべく入らないようにして、おっと弱気になってた。まあいいですね。さあこれでバスを倒した。ああゲージが足りなかった。残念ですね。これでばらまかれるんで消したいところ、ファイアーボームで消したいところなんですが、ゲージがたまらないというねことになるので、素直にハイパーヒールでやって、もうこれで終了ですね。まあ来週ラウンドなんでね、あんまり考えずにできるというところもいいんじゃないかと思います。はい、クリア。まあ割と簡単に終わっちゃいましたけど、ドロップあんまり良くないですね。うん、良くないな。はい、どうもこれで終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではラーサバ対。